日本岡山県備前市片紙辺城は岡山県備前市にある地区である。かつての脇郡片紙町に相当する。東片紙、西片紙の大技からなり、同市の中心市街にあたる。東片紙は同市の市役所所在地。東片紙、西片紙はそれぞれ近世には、脇郡東片紙村、西片紙村であった。江戸時代、西片紙は、 岡山観光人の在町の一つで、港町、宿場町として繁栄した。人口は3347人、世帯数は1646世帯。郵便番号は、東片上が705の0022、西片上が705の0021。片上市街国道2号が東西に走り、JR は高線の駅が、西片上駅と備前片上駅と2つあり、 ターミナルとなるバス停もある。商業施設は西型紙が中心となり、その中心に型紙商店街がある。しかし現在はシャッター商店街となりつつあり、商業の中心はマックスバリューやエディオンといった大型駐車場を備えた郊外型の店舗にとって変わられつつある。街の南側には備前港があり、港に沿って工業地帯となっている。 国道2号より北は丘陵地となっており、住宅地や商業地はほとんど国道2号線の南側にある。市の中心市街にあたり、片上湾の奥に位置。片上湾は水深の浅い湾ではあるが、古代から内海航路の要項として、片上の名が文献にも現れ、三政河国の高能島をこの港まで運搬して、船送りしていた時代もある。古くは、 東片上、西片上と分かれておらず、片上として一つの村であった。現在のように西と東に分かれたのはいつからか、定かではないが、江戸時代にはすでに東西に分かれていた。現在、東片上西部に市役所が置かれているが、商業など経済面での中心は、近世よりずっと西片上であった。第一次備前市が発足するまで備前町及び、 前身の片上町の役場も西片上にあった。当地、特に西片上には、寺社が多く、宇佐八幡宮、恵比寿神社、新言衆新興寺、浄土宗大長寺、日蓮衆法教寺、一向総小学寺などがあり、新興寺本堂及び、三重塔は、室町時代の建築で、国指定重要文化財。また他にも、浦上国秀が居城した、富田松山城跡、 本人小国家などの史跡が残っている。南面は、片上湾、他三方は山地に囲まれ、湾と山地の間に平地がある。東片上は山に挟まれた東西に細長い、大淵川の戦場地があり、元は野田畑が多い農村地であった。西片上は前述の通り古くから港町で、また宿場町でもあり、商業が盛んであったが、北部から、 南流し型紙湾に注ぐる川の中流沿いの狭い、平地は農地であった。型紙は古くは多様な表記がされ、型は、型の他、型、型、形、型など、神は、上の他に、神などの字を用いたが、天正年間から型紙の使用が多くなった。平安時代の上岸17年12月、 微前国史、藤原康則が任期を終えて経営帰る途中、従者を待つため分け凍り方過密に船を入れて滞在した記事が大日本史の康則伝に見える。山陽道が三井市から型紙を通るように路線を変えたのは鎌倉時代の末期か南北朝の初めと言われるが、鎌倉時代初期には型紙を通っていたという説もある。戦国時代になると、 天正10年3月、備中高松へ出陣する、橋場秀吉は、浦院部の豪族放悦の屋敷に宿泊し、帰路には、片上から野半船に乗って、赤穂に急ぎ、ここから陸路姫路城へ帰っている。江戸時代に入り、主要街道に、宿場が整備されると、西片上村には本陣、脇本どん屋などが定められた。また、備前岡山藩の蔵屋敷が設けられ、 和け郡一円と奥郡東北部の面積米を収納した。収納米の一部は地元の問屋が引き受けて売却し、大部分は片紙港から船積みして大阪の備前屋敷に送った。西片上村は岡山半量化の公式な在町として許され、商人の町筋を作った。きび温子広くに西片上村、岡山京橋まで六里七町、船地十三里、 高462国2と1勝、田畑40町一端五世十三歩、八数436件、男女1980人、池五箇所、海鮮33層が挙げられ、五米像があるとし、産物として、毛抜き、白も、いいだこを記している。また東片上村は、岡山京橋まで6里21町、船地13里、高610国6と4勝。 田畑七十一町八端五世九歩、八数百四十七県、男女八百二十三人、池十六箇所を挙げている。中世の山陽道は、西片上から浦院部を通り、伊部へ向かっていたが、近世山陽道は、屑坂を越えるように路線が変えられた。東片上の街道端にというところに、富士茶屋という茶店があったとされる。明治二十二年六月一日。 西城村と東片上村とが合併して、片上村を新設し、西片上に村役場を置く。同34年2月12日、調整を施行し片上町に改称。大正12年2月には、片上鉄道が開通。山陽本線は景気を経て、勝田組穴原鉱山に達する鉄道を輸送が始まり、片上港が陸海を結ぶ要衝となるとともに、 品川寺路、レンガ岡山工場などの大企業が湾岸に進出、型紙は著しく工業知的制裁を加える時代を迎えた。昭和26年4月1日、和家郡伊部町と合併して、同群備前町を新設、同30年3月31日に、付近の町村を編入、同46年4月1日、同郡三井市町と合併して、備前市を新設し、 東片上に市役所を構えた。平成17年に旧備前市、和家郡日清町、吉永町が合併し、新しい備前市が新設されるが、引き続き同市役所が使用されている。かつては米、麦を、主とする農産物を筆頭に、大火レンガなどの工業製品、水産物を主要産物にしていた。平成3年7月1日、片上鉄道が廃止となった。 2020年には、備前市役所の新庁舎が開庁した。2021年現在、アルファビゼン当地の西片上の片上商店街に、中心市街地活性化の起爆剤として1984年10月に、大型商業施設、アルファビゼンが開業した。建物は7階建て、内地下1階から4階が、店舗、5から7階屋上が、駐車場となっていた。 テナントとして、マクドナルド、銀座ジュエリー巻きといった、全国展開するテナントも入っていたが、地域限定の店舗も多くは行っていた。一時は、県外からも集客するなどし、備前市のシンボル的存在ともなっていた。しかし、集客が低迷し2002年2月に、各テナントの天満屋ストアが撤退。さらにその約半年後、管理会社も破産し、閉店した。 解体費用は5億円強と試算された。同施設を解体するべきかが問題となっていたが、2008年3月31日、ビゼン氏と NPO 法人型紙町づくりの間で、賃貸借契約が行われ、建物は NPO 法人型紙町づくりの管理下となった。この賃貸借契約は、年間360万円の賃料で、 保守修繕回収等すべての経費を NPO が負担し、賃貸契約解除の後に、解体費用の5億円強を賃借人が負担し、さらちにして、備前市に返還するというものである。アルファ備前の問題は沈静化していたが、2009年9月29日に、賃借人である NPO が運営の行き詰まりを理由として、当該不動産の返還を市側に申し入れを行い、 同年年末をもって返還した。市側は、蒸気契約の解体費用の負担を、NPO 法人型紙町づくりと、その連帯保証人に対して、行うような姿勢を示した。2012年3月には、真庭市の超高合金製品メーカーのアロイ工業が、施設を沈借、リチウムイオン電池の製造工場とする計画を、提案。と協議を進めていたが、 施設回収費が1億円程度かかると見込まれることから、同社が市へ回収費の全額補助を求めたため、市は全額補助は困難として、協議中止を同年4月23日に、通知5月7日に正式に協議中止を公表した。その後は津波避難場所という名目で残されている。備前市歴史民俗資料館、AB 岡山県備前市行政区別人口。 世帯数、2021年1月閲覧、ABCDEFGHIJKLMN、大岩津青門、岡山地名辞典日本文教出版社、県別マップル岡山県道路地図、秋文社ビジョン岡山2004年4.11534ページ2013年1月閲覧、アルファビゼン沈借で競技打ち切りビゼン事業者と、回収費などをり合わず、マイナス三用。 タウンナビ産業新聞2013年1月閲覧東、型紙に関するカテゴリー、西型紙に関するカテゴリー。ありがとうございます。